2部構成になってまうた。はい、2部構成になりました。はい、2本目です。2本目です。2本目です。2本目やる気なくなるな。今レッドブルの話全部飛んだってことですね。レッドブル、KG さん次レッドブルの大会出るそうです。出てます。出ます。 DMC はもう時代遅れやと思う。いやDMC はええよ。 DMC は DMC でリスペクトしてるけど、はい、レギュレーション的にな、はい、15分っていう枠をいや操作するわけやんか。はい、技だけの勝負じゃなくなるわけやから。そうですね。お客さんをどれだけ巻き込んで分けさせるか。そうやん、分けさせるか。あの DMC のな、なんちゅうのコンテストとかあれ見とっても、あの素人わからん。あー、まあ、でも、もうあのレベルになったら、うん、みんな上手いですからね。そうそうそう、みんな上手いから分かれへん。みんな上手い、みんな勝ちってなりますからね。だからそこを15分にすることによって、聞かしも技も出さなあかんというレッドブルが、あそのレギュレーションに対しては俺が強いんちゃうかと自分で今勘違いしたわけやから。あでも分かんないですよそれね。でなんか3ジャンル入れなあかんとか。あそうなんですか。なんかそんな、あジャンルも3つに分かって3つぐらい、例えばテクノ、ハウス、ヒップホップみたいな。そう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 、そんなことを言うとったから面白いですね。僕その大会は実は見てないんですけど、その、うん、終わってからその合流していろいろ話聞いたんで、うん、なんですけど、まあでもレッドブルは体育会系らしいですよ。え、そうなん。レッドブルは、ああでレッドブルの打ち上げは全部出禁になるらしいです。え、一度やると。あレッドブルジャパンの打ち上げはむちゃむちゃしようね。むちゃむちゃしよるらしいですよ。うわ、もうその店の先全部持ってこいっていう。だから X スポーツ系やんか。ああそうですね。クロスバイクとかやってますよね、うん、な、あの大阪ジョーンとか、うん、もう社長がもうかなりのイケイケらしいです、レッドブルジャパンの。ああそらそうやろうな。いやイケイケな、イケイケな宣伝の仕方してるやん。そうですね。あれはでも多分世界の方のじゃないですか。レッドブルそのさっきも言ってたミュージシャンへのサポートがすごいらしくて、お金はその出さないですけど、うん、そういうなんていうんですか、サポートする、サポート、そのブッキング、うん、その大会優勝したらすごいあれらしいですよ。ブッキング世界中でされるらしいです。いやだから一回出てみるわ、はい、どこまでやれるか。当たればあれですよ、 DJ で年収何千万とかなりますよ。ビートも作ってないのにですよ、うん、DJ だけで。いやいや、もうそんなんいつでもやるで俺。まあまあできる方やねんから。はい、ちょっと出せようと言ってみよう。あれがね、今年本でありまして、ミュージックアカデミーってご存知ですか。何何それ。あのレッドブルがやってる音楽学校なんですよ、うん、1ヶ月間かな、うん、あの世界中からミュージシャンたち集めて、うん、あのその講義を受けれるんですよ。あ、その例えばマッドリブとか、うんうん、エリカ・バドゥとか、うんうんうん、M ・ドゥーブ、まあその名だたるジョー・クラウゼルとか、うんうん、ああいう、まあそのレッドブルってなんでそんなことばっかりしてんやろな。いや金で世界中にスタジオ建ててますからね。なあ、それそのまま残して使っていいようにするらしいですよ、うん、うわあ、すげえミュージシャンのサポートがすごいなと思って、うん、いや俺もちょっとレッドブルに絡んでいっとこう。今年、あ、もう締め切り終わったんすわ。え、今年は日本であるんで、そのレッドブルアカデミーって。あ、そうなんや。ミュージックアカデミー。そうなんや。はい、いやいや、レッドブルの大会での次はいつなん。また来年な。そうちゃいます。この間そのやったよな。うわー、もう決めたんで。くそ、次は出るぞ。ちょっと聞いときます、うん、その総協の人に。次は出るぞ。次は KG 参戦します。レッドブルに参戦します。でも逆にいいとこまで行ってもすごいと思いますよ。それでこう決勝戦まで KG さんが優勝狙ってるっちゅうねん。何を言うてんねん。出るからには優勝狙うで俺。でも世界大会に出なあかんしょ、その後。そうや、日本代表になって。そこが問題や。世界ですか、うん、多分今の兆候としては EDM な感じですよね。今ちょっと作戦あったのは日本でしか通用せえん作戦やね。はい。頭の中では。その時考えましょう。その時あのキリグとかに聞きましょう。そう キリグに聞きましょう。だったら勝てるって言って。いやキリグに出てもらおう。俺や言うて。お前行ってきて。あの千景寺さんのお面かぶらして。そうお前二人いるけどっていう。覆面を脱ぐなよ。覆面 DJ やみたいな。そんな替え玉すか。大問題ありますよ。替え玉できるやん。ほんな一番最初から覆面で出たやねん。それもうじゃ別に刑事さんじゃなくていいじゃないですか。そうやな、そうなってくるな。それやと。そうやな。しかもあの分かるやつ分かりますよ多分そのプレイ見て。あれキリークちゃうのっていう。
動きがな、ヤサじゃないの、ヤサじゃないの、いや、いろいろ、だからいろいろできるやつやね、覆面はいろいろ、いろいろ完コピしてる感じ、そう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 、だからもうみんなに頼んでいくねん次お前行ってくれへんか、頼むわ、ひどい全員チームじゃないですかチーム KGK、 そう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 、チームあるさ、覆面と言いながらあ、全員あのあれでしょ、刑事さんデスマスクかぶってんの今でもほんま分かれへんらしいですよ、んそのマスクの精巧さ、そういうデスマスクのほんまメイクとかですごなってんだ、ちゃんと整えたら、うん、全く分かれへんらしいですよ、うん、そんなんでそれ作りましょう、作ってもらおうか、で、あの俺時々店に交代で出して、うん、バレるかバレへんか、うん、それ実験してバレへんって分かったらどうしましょう、それでやな、身長伸びよったなあいつみたいな縮みんの急に大きなったり急に縮んだり急に太ったり痩せたり、顔は一緒やねんけどな一日ごとに体型が変わるっていうまあそういうのもありで、あ、じゃあさっきも言ったように、あのもう何分ぐらいですか今、まあ、これでも2部構成やからあれっすね、2部構成やから今ってちょうど20分ぐらいになってるんだよ、あれそれつなげてできるんですか、でけ、あ、もうそれは2回あげる、ボリューム1とボリューム2だから結構邪魔くさなる、邪魔くさなるんす、ね、うん、だからそろそろ締めときましょうかまあええやんかな、そうですね、今日結構ちゃんとほんま、トークしたのにな、そうですね、流れがね分断されたのちょっと、うん、残念ですね、まあもうまた次回かな、はい、次回あ、で来週はちょっと僕さっき言ったようにバンクでライブなんで、はい、ちょっと次回はお休みさせていただきます、そうでございます、来週になっておりますんで、はい、まあよかったらまた石橋の方に、そうやね、あの沖縄から来てる感じの子なんで、あとまあ他に地元のてちゃんも歌うしな、とあとモーメントっていう最近ちょっと話題になってる、うん、あの韓国人のラッパーの子がいるんですよ、あのハングルと英語と日本語でラップする子なんですけど、で2年ほど兵役行ってて、うん、で最近ちょっと帰ってきたんですよ、もともと阪大に留学してて、うんうんうん、で帰ってきて最近ねちょっとビーフをすごい仕掛けたんですよ、うん、あのネット上で、うん、わーってで返せはビーフっす、ああ分かった分かった、返せはアンサー、うんうん、はい、ちょっと過激なこと言いよってんな、そうですね、まあ、うんうん、まあでもそれはなんか思ってよ、別にその憎くないし、うん、仲間なんですかね、うん、みんな仲間やけど、その、うん、慣れ合いをやめようぜみたいな、うんうん、でちょっとまあ話題になってる子なんですよ、なるほどね、モーメントっていう、うん、まあちょっとそういう、まあ、そういうコーナーも出るんで、まあ、あとケイジさんの不祥の弟子が、うんうん、ノア君ね不祥の弟子がこの間からまたノアにいろいろまた手伝ってもうてんね、あ、そうなんですか、だからちょっとあんまり悪いことは言えない、言えないよノアは今頑張ってくれてますよ、でも昔刑事さんにボロカス言われた、え、なんかお客さん来てません、そうやね、そろそろもう締めましょう、じゃあどうもまた来週です、来週でございます、さよなら。